我々ワゴン在住の裏社会ジャーニーです。今回も皆さんと一緒に、裏社会の勉強していきたいと思います。ここまでですね、衝撃的な闇金エピソードをいろいろ披露していただいた西条さんに、ちょっとここで闇金ってどうやって開業するの、その作り方ってどうするのっていうのを聞いてみたいと思います。そもそも闇金って開業するために必要ななんか免許とか資格ってあるんですか？今はちょっとわかりませんけど、我々がやってる当時というのは金融庁に金融業の届出を出してたんですよ。ちゃんと出してたんですか？ちゃんと出しました。だからその頃は本当にさっきも言いましたけど、牧歌的だったんで、事務所も自分名義、免許は自分名義で取りますよね、はい、取ります。で、就任者が4万だか5万だか払えばもうもらえるんです。で、貸金融業者です。で、貸金融者の免許を持ったら、今度は物件を事務所を自分の名義で登録します。で、自分の名義で電話を引きます。自分の名義の口座を用意します。バリバリ足つかまなんですね、捕まんなかったの不思議なぐらい。いや、捕まえられるでしょ、どう考えたって。だって免許普通に申請し取っちゃってるわけでしょ。だから最初から本当に我々はちゃんとした仕事をしてたんですよ。ちゃんとしてないですけど、その出資法違反があったんですけど、きちんとその借りれない人に対してお金を金融金利高いけど、これだったら借りますかっていう職業があったんで、別に逃げるも隠れもしませんよって感じだったんですよ。まあもちろん苦しんでる人もいるから言いづらいんですけど、僕のその子供の頃からのそのイメージとしては、闇金の中でもまあいろいろランクがあって、はい、ちょっとギリいわゆる銀行とかよりも高い金利とかで、はい、貸しているみたいな待ち金なイメージがやっぱ強かった、はいはい、そういう感じなんですかね。ですね。多分そもそも最初はそこからスタートしてるんだと思うんですよね。取り立てに関して見たら、昔だったダイヤモンドとか、だからちょっと忘れましたけど、その要は大手5社じゃない金融業者の方が多分厳しかったですよ。あ、金利が安い分、もう本当にこう飛びやすいじゃないですか。借りる人も当然分母もでかいですから、多分そこの社員の人の方が取り立てに関しては多分うるさかったと思いますよ。社員っていうふうに今出ましたけど、本当にやるわけじゃないじゃないですか、はいはい、どういう人材を集めるんですか？まあ、基本的にはもう本当に日本語喋れれば入れてましたね。いやいや、あの向き不向きとかも、あ、向き不向きってあんまなくて、あの最初は基本円語で入れるんですよ。後輩とか兄弟とか。でもまあ追いつかなくなってくるんで、後半はもうフロムウェイで募集したんですよ。懐かしいっすね、フロムウェイ。確かに、はい、フロムウェイ、アルバイトニュース、それから満足内定とか、そこらに求人バンバン打つわけですよ。トースポとかで入ってくるじゃないですか。入ってきたらとりあえず最初ちょっとこう、こんだけ儲かるんだよみたいな感じのやつでやらせるんですよ。面接来ますと。そしたら、じゃあ面接取ってって、うな重取って食っていいよって食べさせて、で、どうできそうみたいな。で、はっ、頑張りますみたいな感じだと、じゃあ一度飲み行こうかって言って飲み連れてってあげて、わーってやって、じゃあしっかり頑張ってって言って、最初は優しい感じでやってましたね。それでもう慣れてきたらガツンと行くんですか？いや、もう初日からやりますね。あ、結局軍隊みたいなもんなんで、上が右した時に右に行く人間しかいらないわけですよ。え、右行っていいんですかって思われたらそこで終わってしまうんで、でも最初からガンガンやりますよね。じゃあもう本採用の初日からもう人材教育をしていくから、自分たちの言うことを聞く、はい、西条さんの場合どんぐらいの人数を抱えてたんですか？あの最後の方、あの面接担当ってやってたんですよね。だから何人もやってましたけど、まあでも分かれてるんで、自分の直接っていうのはそんなにいなかったんですけど、はい、でもそれなりの数を、そうですね、定着率っていう離職率っていうんですか何人来て何人いなくなる感じ。最初の方は辞める人間の方がいなかったんですよ。まあ縁故というか身内というか、そういう人たちですね、知ってるやつらとか、まあ人となりもある程度見えてるやつらを雇うから、あとはその風呂前で入ったとしても、ちゃんとこう同じ釜で飯を食うじゃないですけど、家業のやり方もされるんで、一緒に頑張ろうぜみたいになるの、いわゆるコアメンバーみたいな感じになってくるんです。そうですね。で、給料もいいですから。だって18、19の子に基本給25万あげて、ご飯ただ、タバコただ、酒ただ、でスーツは毎月買ってあげる。で、余った、ね、バッグだったら何ならあげるわけですよ。ボーナスとかもある？ボーナスもあります。で、彼らは1年頑張ったら自分がトップになるわけですよ。そんな仕事ないじゃないですか。ないですね。多分、軽くあれですか、1000万の壁は簡単に。超えます、超えます。はい。1年ぐらいに。1年後ぐらいには。で、頑張ったら1年後には、今のバントぐらいになれるんで、お前頑張れよって言うと、頑張りますみたいな感じですから。そうすると1年後にはなるんで。後半の方になると、違う組織がやっぱこう、だじる話がね、うん、ありましたけど、そしたら、別れちゃうんです。そっちの方に行っちゃう子たちもいたんですよ。あ、そうすると、要は最初はやっぱり怖いじゃないですか。ジェットコースターに乗せられてる感じですよ。うん、で、もうどうなるか分かんないから、ぐわーって言って、飛び降りるのも怖いじゃないですか、うん。だから飛び降りなかったんだけど、飛び降りても大丈夫なんだよって前例ができちゃうと、飛び降り始めるんですよ。
ああ、そういうことか。辞めてもまあ大丈夫っていうか、どっち行っちゃっても大丈夫とか。じゃあ割と後半は離職率高め。高かったですね。で、持ち逃げも多かったですし、それからさっきお話した強盗に遭うのも増えてきたし、強盗とか誘拐がすごかったんですよね。誘拐すごいってどうなるんですか？もう本当万引きでさらわれて、で、電話かかってくるんですよ、こっちに。で、誰々預かってるから1億持ってこいです。で、誰々が分かんなくて、誰？勝手にもなるんで、誰か分かんなくて、誰みたいな。ちょっと分かんないから調べるか待ってろって。調べて、あ、どこどこの人間です。ああ、大変だねって。で、結局調べたら、足立のたこ焼き屋だったりとか、もうみんなで、わーっつって。さすがにそこは見捨てないんだ。でも、足立のたこ焼き屋だった時は見捨てませんわーって見ないでいきましたけどね。どうなっちゃう？でも、ボコボコってでっかい、持ってきましたけど。それがボコボコできないタイプのさらった相手とかもいるわけ。います。そういう時はどこなんですか。分かんなくなっちゃっても何がいいですか。いやだからいや笑えないですよそれ本当に。笑えないです。でもまあ本当にそんだけいると正直全員を助けきれなかったということ。そうですね。だから誘拐されたのか、それもそもそも誘拐じゃないのか。じゃあもしかしたら中には自分でも飛んじゃった。そうですね。そう思いますね。最後の方は何が敵なのかバラバラも分かんなかったですよ。ちなみにその運営に関して言うと日常業務いろいろあると思うんですけど、人の管理とかになってくるんですか。そうですね、はい、僕がアモニアさんは本当に人の管理だったりとか、誰だから気に入らねえとかあるじゃないですか、誰だってそんな中にいて、いやいやまだ気持ちもあるけどこうなんだよとか、なんかそういう干渉剤みたいなやつ。でもさっきちょっとお話に出てたので気になったのは持ち逃げなんかあるって言ったじゃないですか。その従業員の持ち逃げに関してはどういう感じで取り立てるというか、どういうふうに対処するんですか。金額によりますけど、ね、2、30万だったら別に応援もしないですけど、何百何千になっちゃうと当然シャレにならないんで、それはもう本当に債務者よりも厳しくやってましたね。最初の頃はもうみんなグループ全でやってましたね。例えばじゃあ B グループ誰々が食べましたっったら、もう本当に全部のグループで、じゃあそのグループの逃げた人探すとかはやってました。見つけた時どうするんですか。見つけた時はもう当然金目のものは全部集めますし、から親兄弟、それこそ債務者と同じです、全部やりますね。債務者の中でよくやったのが、対面の時ですよ、カウンターがあるじゃないですか、カウンターのところに電波を切れるやつをつけておくんですよ。で、じゃあいますよね、で書いてます、いやすいません、携帯鳴らしますね、鳴らすんですよ。で、当然ならないんですよ。あ、ちょっと電波あるみたいなんで、向こう窓ありますから、携帯貸してくださいって借りて、で、いっぺん事務所の中に持ってって、パソコンにつなげて全部データ抜くんです。で、ありましたって返しますね。そしたら、友達の住所も分かるし、兄弟も全部電話番号も分かるんで、もしご縁になった時には、あれ、友達なんとか君っているよね、電話して大丈夫とか言うと、嫌じゃないですか。そういう、精神的にこう追い詰めるやり方はよく、まずやってましたね、貸し付けの時に。僕らの一番イメージしやすい暴力っていうイメージもありますか。そういう実際に暴力で言うこと聞かしたりとか、そういう方向に行くことは、ないです。結局殴っちゃったら、例えば笑っちゃう話ですけど、取り立て行くじゃないですか、当時地図もないんで分かんないわけですよ。駅前の交番行って、すいません、なんとかさんち行きたいんですけどって聞いて行くんですよ。お巡りさんに。お巡りさんに。で、なんとか言って、ガーガーって、あなたさんいるんでしょーってやって、そうすると、近所の人が通報すると、さっき聞いたお巡りさんが、あれ、さっきの人、どうしたの？いや、お金貸してるって言いました。あ、そうか、あんまり迷惑なのにね、って終わりです。当時はそうですよね。時間の規制とかも。あ、本当あったんですよ。5時から9時まで。あ、そうだ、あったんですけど、我々そもそも法定勤務やってないんで、別にそんな守ってらんないんですか。多分夜中でも、朝でも全然かけなきゃいけましたし。そういう家で、で子供がいたりとかするケースもあるわけじゃないですか、はいはい、そういう時どうなんですか。よくドラマとかでなんかかわいそうであるじゃないですか、うん、あれでも逆でもっとすごいんですよ。もう家族が劇団なんですよ。お父さんの貸し付け行ってますよね、どうすんだよって詰めてると後ろから子供が貯金箱持ってきてパーッて見てこれでって言われるんですよ。もうそれグルなんですよ。なんで子供にこんなんで返せるわけねえだろって言うとお母さんがもうやめてくださいみたいな、やめてください、あんたら全員グルだろみんなあるんですよ、出せよって言うとあるんです。あるあります、隠してるんです。今全部払ったら当然ね、ご飯も食べれなくなるんで、それを何千円とか何万円とかも隠してるんですよ。その頃貸してたお客さんの中で後に有名になった人とか、そもそも有名人だった人っていますか。村西監督。あだから佐川和正。ああ、はいはい、パリ人肉。そうそう、野球選手に貸したことあるんですけど、野球知らないんで分かんなくて、でも西武球場の人に絶対言ったことあるんですよ。
テレビ球場行って、で、ちょっと金貸してるから、呼んでよ。で、なんとか選手、お客様がお見えです。球場の放送で、そうです、球場で。まあ、そんな、いろいろこうやってはいたけれども、後半とか最後の方って、さっきからおっしゃってましたけど、そういう闇金生活、どういうふうなこう終わり方というか、闇金の業界自体の転換点。だからやっぱりそのネズミ公式にどん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 増やしていってるんで、当然もう組織としても管理できないわけですよ。管理できないと当然とんでもないことをするわけですね。例えば下の弁護士が介入してきたんで、弁護士事務所に猫の首切って送ったりとか、わけわかんないことあるわけですよ。我々からしてみたらそんなことで何の得になるのってことなんですけど、そんぐらいしないとちょっと気が済まなかったんでとか、あと遊びまくって女の子をさらったりとか、金あんだから払えよみたいなことを平気になっちゃうんですよ。あとこれもありますし、その頃ちょうど振り込みにだんだん移行してきたんで、もう半分詐欺みたいになってるんですよね。押し貸しといって勝手に貸すわけですよ。勝手にこう人の銀行口座だけで入手して1万円ずつどん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 入れちゃうんですね。そしたらもういくら借りてるのか貸せよやろなってやって回収するというやり方がどんどん詐欺みたいになってきたんですね。それと同時に泉谷健二さんが一生懸命債務者を無料で救済しますってなってたんですね。その後要は貸し付けた金額が無効だってことだったんです。公序良俗に反する、貸し付けなので無効です。だから元金も認めない。だから貸したらもう全てゼロってことだったんです。そこでもうそもそもだんだん闇金が問題になってきたんですね。で警察も介入してくるようになって、ちょうどその頃昔は捕まっても、いいとこ48時間拘留だったんですよ。48時間拘留で、まあ、起訴されたとしても罰金払って終わりだったんですよ。いいとこ2週間だった。ただそれがどん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 厳しくなってきて、最後の方は我々は暴力団扱いなんですよ。なので令状がいらないんですよ。だから一番もらったのは、まあ事務所にガサが入った時には何やらを作ってあって、まあ、コーラを朝3本分バケツに入れといて、はいはい、でもしかさ来たらそんな感じで入れろとか、でシュレッダーで関係してるものを全部消せとかっていう風にマニュアルがあったんですけど、それは令状を持ってきた場合にガンガンって来て、そのタイムラグでやれたんです、なんですけど最後の方はもう突然連絡つかなくなって、で飛んだのかと思ったんですよ。またちょっと見に行くって言ったら、警察いっぱい来てますよって言うんで、え、傘入ったの？なんだろうってなって結局分かんなくて、そしたらそこから逃げた男が来てきて、まあ何だったんだよって言ったら、いや突然ラペリングされてベランダにかち割られましたって言うんです。嘘でしょ、その FBI みたいなことやられるのって。いや聞き返しがまあそうですけど、そんぐらいになっちゃったんで、もう完全壊滅させられるわけです。でもその壊滅の原因になった厳しい取り立てとか、鍵まがいのこととか、そういうのって斉藤さん側の人たちがやれって言ったんですか？いや、結局売り上げを上げれば自分も偉くなるじゃないですか。金がもらえるので、どん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 新しいこと考えちゃうんですよ。じゃあ現場の子たちが自分たち考えてやって、それ指示ではなかったんです。はい、組織全体がもうコントロールできない暴走状態っていうイメージでいいんですか？そうですね。だから例えば、しのぎは覚醒剤やっちゃダメだよって言ってても、じゃあ会費がいくらですよって言ったら、分かんないようにしのぎやってるケースってあるじゃないですか。ああいう感じで、もう要は情報じゃないけど、上げなきゃいけないんで、だからいくらいくら自分の持ってる元金に対していくら持ってこいという仕組みになってるんで、それはやっぱりいろんなことをして持ってこさせるわけですよ。ドコモだったりとか、au だったりとかと結託して、そこから盗むっていうケースもありますし。じゃあ上から降ってきたっていうよりは、もうそれぞれがみんな考えていって、その組織がコントロールも効かない、そこに警察がなだれ込んでくるというか、弁護士さんも入ってくる、そうなってきて、でそこからどうなったんでしょうか？最後の方はですね、みんな連絡取れなくなったんですね。飛ばしの携帯を使ってても、要は組織がピラミッド型だったんですけど、最初の方はこの下の方がやられるだけなんで、こっちまで来ないんですよ。なんですけど警察としてはもう完全に潰そうという状況に来られてるんで、そしたらもう上をその真ん中ら辺からどんどん来られるわけですよ。そしたら上までたどり着いちゃうんで。だってあれでしょ、開業の時に自分の免許を正体バレてますよね。最後のはあれですよ、闇金リストってブワーってありましたよね。その中に最初さんも入ってた。僕らもその時免許貼ってなかったんで、で、そういうふうに出て、で、例えばじゃあ会長から指名手配になったりとか、誰が捕まったとかで、もう連絡取れないから分かんないわけですよ、どうなってるのか。日々ニュース見るんですか？見てました。本当にその時はもう金もあんまり入ってこないし、もう本当に家に郵便局で怖いわけですよ。警察やと思うんで。でももう家ってバレてるわけでは。いや、バレてるわけないと思うんですけど、怖いわけですよ。勘繰りですよ、もう本当に。失礼ですが、その時ご家族っていたんですか？いや、いなかったです、一人です。そうするともう本当に一人でどうしようかっていう感じ。そうですね。その時、
一気になんかいろんなものを襲ってきませんでした。お金借りてた人たちの顔とか、はい、罵倒されたこととか、なんか突き刺さってきたりとかして、心のダメージとか。ありましたね。飲みにも行けないじゃないですか。飯も食えないし。何ヶ月もないので、もう札開きったところの前を通り過ぎて、あそこであんな使って、ちょっと残しがよかったなとか、もうそういうのずっと思ってましたね。その時点で、ぶっちゃけもうお金どうなってたんですか？自分の手持ちの。もうゼロです。どんくらい稼いでたんですか、それまでに。2000万円が5、6年ですから、10億とかですね。もう全部使ってますね。貯金ゼロだった。ゼロです。すげえ。バカですよね、本当に。貴金属とかは言ってた。あ、貴金属ありました。ありましたけど、結局、なくなってくるためにどんどん売るじゃないですか。あの、ツバメの王子様みたいな感じです。で、最後結局、もう、家も買ってられなくなって、本当、こじきみたいになってましたね。そうなっていくと、こう、今ってもう、じゃあ完全に、あの闇金の業務からは足を洗う。もう全然、はい、犯罪からは足を洗ってますね。でもあの一番僕がやってて申し訳ないなと思うのは、サービスの方ももちろん申し訳ないなと思うんですけど、従業員ですね。18歳19歳の子たちに一度会ったことなんですよ。名前言われて、で、お元気か、元気ですよ、まあ、稼いでんですかって言うんですよ。いや、サラリーマンだからそんなにいかないよって。どんぐらいですか、50万くらいもあるんですか。いやいや、サラリーマン貸してたら20万とかだろうって。あ、そうなんですね。よく暮らせますね、って言うんですよ。いや、この野郎と思って、お前じゃ何やってんだよ、したら。いや、僕はパスチロのコインの偽造やってますって言うんですよ。何やってんのと思って。もう解散してから10年ぐらい経ってるわけですよ。でも、その子にしてみたら、もう、まっとうに働くことができないわけですよ。だから18、19の子たちに、そんなこう、ね、なんですか、手に与えちゃったんで、その子たちはもう、例えば、給料20万で頑張って働こうとか、何かの技術を身につけて、こうなろうっていうのはないわけですよね。もうだから、オレオレ詐欺だったりとか、叩きやったりとか、そうなので、その日暮らしみたいな、脱却してる方が多分いっぱいいると思うんです。その子たちに申し訳ないと思うんですね。今って世の中的に、まあ、闇金もそうだし詐欺も増えてきてますけど、一番のこうスタートラインというか、そういうところをこう経験されてるわけじゃないですか。今のその世の中どう見えてるんですか。オレオレ詐欺も流行ってるし、テレビラジオでは例えばその当時の金利以上に借りてた人たちにはもう返金しますとか、昔自分がやっててキャリア全部が否定されるような CM とかも打たれたり、どう見えてるんですか今のこの時代。まあ、若い子にしてみたら、勢いはねえなと思うんですよね。うん、僕らの時はワンチャン犯罪やったら、こう、いけたわけじゃないですか。でも今ってないんで、で、かといって、じゃあ俺々詐欺やったからといって、ものすごい儲かるわけじゃないじゃないですか。じゃあ、何したらいいんだって思うんですよ。何しても儲かんないですからね。まあでも、西条さんって、もう、仇の生活をされてるわけじゃないですか。はい、どうですか、仇の生活で満足。仇の方が楽しいです。やっぱり、あの、人を脅かしたり、騙したりしてお金をもらえるより、やっぱ人に喜んでもらってお金をもらってる方が楽しいですから。っていうのに、やっと40歳ぐらいで気がつきましたから。遅いですよね。私がちゃんと気づいてればいいんですけど。でもまあ、そういうふうに、ご自身の人生をしていらっしゃるということで、はい、いろんな意見等々はあると思いますが、まあ、非常に僕は勉強になったというか、まさに裏社会の勉強をしたという感じがしました。ということで、どうもありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。